大久保不さ津は日本の騎手、長教師。1912年に函館競馬クラブの函館大自門家から騎手としてデビュー。1922年から長教師兼業となり、1933年にカブト山で東京有春大競争を制した。第二次世界大戦を経て、戦後は国営競馬、日本中央競馬会の長教師として、 JRA 検証馬となった品馬、ときつかその3区で1955年の慶修者少年度代表馬に選出された日本ダービー優勝馬オートキツなど数々の活躍馬を管理した。また、文化生からは、騎手としてそれぞれ1000勝以上を挙げた郷原博之、的場マトバヒトシなどを輩出した。1989年に定年引退。引退時の年齢91歳は、 中央競馬における最年長記録である。青森県八戸市出身。北海道湯の川神城高等。小学校神城下卒業。1979年、王樹法賞を受賞。長男、大久保克行は元 JRA 長教師。弟子でもあった、飯塚義継は娘無子である。1897年、父大久保宝、母、大久保利恵の次男として、 青森県八戸市に生まれる。幼少の頃、漁師であった父が出漁中行方不明となり、北海道函館市に移住。小学校を卒業前から家計を助けるため、函館県で時藤ため元が経営する時藤牧場で働き始めた。牧場の馬に乗ってしばしば函館競馬場の敷地内に入り込んでいたところを函館大好きに見出され、 1912年5月に弟子入り。同年9月、騎士免許を取得。当時は馬券発売が禁止されていたこともあって、開催数が少なく、旧車所属場と共に全国の競馬開催を渡り歩いた。日本にモンキー乗りを持ち込んだとされるオーストラリア人騎手 WH 国イの元にいたこともあったという。1922年、上京主免許を取得し、 岸県庁教師として、東京府目黒競馬場付近の戸越市で旧社を開業した。当初は朝鮮で事業を営んでいた、アライボーという場所の支援を受けていたが、旧社経営は非常に苦しく、一時破産寸前となって旧社は、戸越市から競馬場付属のバラックに移った。カブト山第2回東京優勝決勝戦の様子。一位入選が大久保と、カブト山。 1932年のこと、大久保は抽選場を受け取りに、北海道へ赴く最中、生館連絡船の待合場において、日頃行きつけていた、目黒の犬屋でしばしば顔を合わせていた少年と、偶然に出くわした。旅行中であると告げた少年は、父親を大久保に引き合わせた。この人物は、新宿伊勢丹社長の前川道平であった。大久保は、土地勘のない前川から、 道中の案内を壊れ、朝虫、花巻温泉と親子に堂々して回った。その帰路、前川はこれを縁に、自分も馬を一頭買うと申し出た。小祝い農場で行われる予定のセリー市に目当ての馬がいた大久保は、これを好奇と見て、前川に小祝いへの同行を頼み、二人連れ立ってセリー市へ参加した。大久保が欲しがった父シアンモア、母アストラルのオスゴマは、 目玉の一頭であり、大久保は、競りが始まると同時に、2万円と声を上げた。続いて、杉浦寺氏が2万100円を提示したが、大久保が2万150円を返すと続くものはおらず、この価格で、大久保、前川が競り落とした。大久保によれば、自身の強気な競りと、その隣にいる前川の風采に、他の関係者は、大久保の奴は、偉い旦那を掴んだらしい。 これは迂闊に競っても落とせないと判断したのだといい、2150円という価格について、あの自分はもう3万だ、4万だという馬が出ていたのですから、安かったですよと語っている。この馬は、カブト山と命名され、1933年、第2回の東京優秀大競争に、大久保が長期兼業で出走し、優勝を果たした。競争2日前から、 大久保は高熱に侵されており、前川に騎士交代を申し入れたが、前川は、カブト山は、君のために買った馬だから、我慢して乗れるものなら、乗ったらどうか。どうしても乗れないならやむを得ないが、と返答した。この言葉に、大久保も覚悟を決めて騎乗したという。結局大久保は、カブト山の前線で手綱を取り、他に1934年の福島提出。 五勝店などに優勝した。1933年を限りとして、目黒競馬場は閉鎖され、旧車は中山競馬場へ移った。以後旧車経営は軌道に乗り、1937年には岩井かとで横浜提出五勝店に優勝。1939年には管理場星誉れが佐々木岳式場で第2回の阪神優秀品馬に優勝した。 また、1937年には、ナルオ競馬場の中島時一から依頼を受け調教を担当していた、久友が、牝馬として初めてダービー優勝を果たしている。なお、1938年に調教師と機種の分業化を進めるため、長期分離が導入され、若年ゆえに、特例扱いされた、稲葉幸男、岩佐総五郎、松永光夫を除き、 調教師として活動していた者はすべて騎士免許の返上が義務付けられた。大久保の騎士通算成績は820戦88勝であった。その後、第二次世界大戦に至り、日本では太平洋戦争劇化の最中、1945年に競馬は一時休止され、大久保は旧車人で構成された万馬機動隊に編入されて、小型東チラと共に、 岩手県森岡市に派遣された。終戦後の翌1946年に競馬が再開される運びとなり、戦中に日本競馬会が買い上げていた136頭のサラブレッドが馬主に売却され、各級車に抽選で配布された。しかし4から5頭立ての競争しか組むことができず、不足と見た関係者は、官営の下尾座五両牧場での競り市開催を、 要求すべく、旧社関係者や牧場主がトラックの荷台に相乗りして牧場への陳情に赴もむいた。大久保は青森県増田牧場主の増田博士と一緒になり、この道中で貧馬の商談を成立させた。この貧馬は大久保旧社に事前販布されていた抽選場の場主、川口周太郎の所有場となり、ときつ風と命名された。翌1947年、 競馬は本格的に再開され、ときつ風は戦後第一回目となる農林商商店に優勝した。同馬は続く日本ダービーでも本命に押されたが、兜山の子、松緑に頭差をくれての2着となり、久友、も栗藤に続く史上3頭目の貧馬によるダービー優勝はならなかった。大久保は後に私が乗ってダービーに勝った兜山に負けたのですから、今なら、 本望とも言えますが、その時は悔しかったですよと語っている。しかし秋になって、オークスを大差勝ちして、クラシック競争2勝目を挙げ、さらにその次層には、第1回のカブト山記念も制した。引退後、マスダ牧場に戻った時津風は、1952年に月ともとの間にオスゴマを出産した。このオスゴマには出生当初から購買の申し込みが、 耐えなかったが、マスダはこれをすべて断り、今度こそ、時津風かの胸が張らせますよとの言葉とともに、川口修太郎へ売却した。同馬は、オートキッズと命名され、大久保の元へ入球。オートキッズは1955年の日本ダービーを制し、マスダの見立て通り母時津風の雪辱を果たした。競争後、マスダは川口に抱きついて号泣し、 ダービー2勝目となった、大久保も涙を見せたという。秋のクラシック3冠最終戦、菊花賞では、明治光に10馬審査で敗れたものの、オートキッズは、当年の継修者少年度代表馬に選出された。なお、川口は、翌1956年に休止し、大久保は、オートキッズを伴って式場に参列した。なお当時は競争馬の管理が、 現在ほど厳格ではなくこのようなことが可能であり、場所の葬儀への競争場の三列は、本場以外でも安田商馬不走などで同種の話が残されている。トキツカゼは他に1958年の慶州者少年度代表場、オンワードゼアも生み、1990年に県賞馬に選出された。オートキツの後、大久保はフェアマンナで3度目のオークス。 小松光で3度目のダービー優勝を経験したが、8大競争優勝は、栗秀による1962年天皇賞制覇が最後となった。以後も重賞は安定して制していたが、年間勝利数の面では、1970年代以降は20勝前後、晩年には15勝前後に落ち着いていった。ギリ固い人物であったため、 新興場所を取り込むことよりも勢いの失せた昔からの場所との付き合いを重視したためだと見る向きもある。競馬記者の本田康志春は、不審の要因として、増田博士の引退に加え、もっぱら経済性を優先する新興場所、特に会員への還元率向上のために、獲得賞金額を重要視する相場会法人の対等を不審の要因として挙げている。馬による、 大競争制派が耐えた代わりに、大久保は、大原博之、的場人氏の2名の戦勝機種を育て上げた。共に、若い頃から勝ち倉を上げられたのは、大久保先生のところにいたからですよ。僕は、大久保先生じゃなかったら、ダメだった、先生のように教えてくれる人で、本当に良かった。少なくとも、僕には100%、マッチした先生だったと。 大久保から受けた訓導を語っている。両名にとどまらず、文下からは、南誉れに帰乗して、第11回日本ダービーを制した佐藤国夫や、それぞれ調教師となった斎藤光隆史、大沢誠、飯塚義継、実施の大久保克行などを輩出し、総勢では、小方東吉に次ぐ31名の弟子を育て、 初期の弟子を通じてその系譜の末端は地方競馬にも広がる。1989年、先立って導入された調教師定年制の適用第1号として、当時80歳を超えていた稲葉幸男、小西義三、諏訪最一、久保田玄師と共に調教師を引退した。大久保はこれらの中で最年長者であり、引退時点の91歳は、 中央競馬調教師の在籍最年長記録であった。通算成績は明確に集計されている1937年以降で1459戦1235勝、うち10勝43勝。引退後は JRA で非常勤参夜を務めた後、1997年、肺炎により99歳で死去した。函館系騎手として勝は当時としても、 多い数字ではないが、郷原によれば、入門時60歳、近かったにもかかわらず、それは上手かったといい、日本初の戦勝機種、安田隆義も、柔らかい乗り方をすると感心していたという。大久保は、日本の近代馬術の祖とされる、箱館体系の孫弟子にあたり、死の箱館大継からは、特に手綱を持つ、拳の柔らかい使い方を入念に教え込まれた。 自分の弟子に対しても、時に、自ら馬にまたがって手本を指名しながら、拳の使い方を指導し、他厩舎の騎手からは、大久保ふ松まつ旧車の馬は乗りやすいとの評判があった。函館系の厩舎に所属する馬は掃除て、操縦しやすかったとも言う。師匠としては、非常に厳格だったことで知られ、大久保厩舎は、怖い厩舎として評判であった。 1948年に入門した田村俊人氏の頃までは大罰による指導もあったが、徐々に穏やかになり、最後の弟子となったマトバは、中山で一番怖いなんてとんでもない。中山で一番優しい先生だったと回想している。郷原によれば、するべきことをしていれば何も言わず、仕事に手抜きや怠惰な様子があれば叱っマトバは一度だけ大久保に殴られているが、それは、 調教を雑に乗った時であった。調教については厳しかったが、競馬の結果については芳しくなくとも責めることはなく、よほどの騎乗ミスがない限りは、下ろすこともなかった。所属機種には、新人時代から積極的に機会を与え、そのために馬主に頭を下げ、予託料の割引なども言っていた。戦後は川口に加え、ミスター競馬とも呼ばれた、 栗林商船会長の栗林雄二オンワード、柏山の柏山純造、諏訪牧場の諏訪中兵、八島牧場の小林昌平といった有力場所からの予託を受けた。また、幼少期に勤めていた、時藤牧場の馬も預かっていたが、時藤家に対しては一貫して、使用人の立場を崩さなかった。それは、太平洋戦争を経て、時藤家が、 車用に入っても変わることがなく、その上で一家への支援も行っていた。時藤田目元の三男、時藤常治は、早稲田大学時代、四代目、中村勝五郎に対して、家がおかしくなっても、俺たちがこうして学校に行けるのは、大久保さんのおかげなんだと語っていたといい、中村は、馬主と調教師の間の信頼関係で、大久保を超える人物は見つけにくいと評している。郷原は、 大久保の人物を総評し、先生は人間の真の真。絶対に人を裏切らない。嘘だとか裏切りという言葉は到底覚えつかない。やれば必ず答えてくれた。最高の人に育てられたと思っていますと語っている。主な起乗は、カッコ内は大久保起乗時の優勝重賞競争。太字はクラシック、五商点及び連合競争。 主な管理は長期兼業のカブト山、岩井カブトの属。カッコ内は、大久保管理時の優勝重賞競争。受賞、カブト山の日本ダービー優勝後、旧社にて、中央に大久保、右隣に斉藤。左から二番目は当時大久保旧社にところ、属していた、佐々木武氏。オペックホースに起乗する大、ゴ原博之的場人志。帰場場は、 飯塚義次が管理したライスシャワー。箱立体系箱立大継ぎ。ありがとうございます。